調味料はニンニク麹とだし麹のみになります。まずはですね、本当塩麹、醤油麹、甘酒から作るというところからねチャレンジしていただくのもねいいかなと思うんですよね。夏休みね、だいぶ進んでまいりましたけれども、いかがお過ごしでしょうか。今日もですね、夏休み企画ということでですね、レシピお届けしていきたいと思いますので、よかったらランチとかディナーとかに作ってみてくださいね。今日はですね、ニンニク麹とだし麹で作るネギ塩豚丼ということでやっていきたいと思います。男性もね、お子様もねお喜びということでですね、やっていきたいと思います。そしてですね、だし麹のですね、注ぐだけスープですね、お湯を入れれば出来上がりでございますけれども、こちらの動画もですねお届けしていきたいと思いますので、ぜひね作ってみて、作れぽしていただけたらと思います。こちらのべっぴんきんチャンネルはですね、麹にまつわるいろいろなお話をしております。麹はですね、日本の国菌の麹菌から作られるものになりまして、日本の調味料のほとんどの原材料になっています。お酒作りとかはね、皆さんね想像しやすいかなと思うんですけれども、お醤油とかね、みりんとかお酢とか実は麹からできております。で、この麹のパワーを使った調味料っていうのがね、なかなかねスーパーでは出会えないというのがね今の現実になっておりまして、どうやって選ぶとですね麹のパワーを使ったね調味料に出会えるかっていう話などもさせていただいておりますので、よかったら音声ゲットしていただいて、お友達になっていただければと思います。ということでですね、今日はネギ塩豚丼やっていきたいと思います。めちゃくちゃ簡単です。調味料はニンニク麹とだし麹のみになります。材料は2人分になります。豚肉ですね、180から 200g、 えのき3分の1パック、そしてニンニク麹大さじ1、だし麹大さじ1、長ネギ1本、白ごまはお好みでどうぞということでですね、長ネギを細かく刻んで、えのきも細かく刻んでいきます。刻んだ長ネギ、えのき、ニンニク麹、だし麹を袋に入れてよく混ぜ合わせていきます。豚肉も5センチ程度に切って、調味料の袋に入れてよくなじませていきましょう。フライパンにですね、豚肉を入れて中火でほぐしながら炒めていきます。器にご飯を盛って、ネギ塩豚丼を乗せて白ごまをかけたら完成。簡単に出来上がりですね。続いてですね、注ぐだけスープ、こちらもですね作っていきたいと思います。まずはですね、だし麹をですね器に適量入れていきます。ここにお湯を注いだら完成です。こちらですね、乾燥のわかめとかあおさとか入れていただくと海藻も取れますのでおすすめです。きのこ麹入れていただいてね、きのこをねもう入れていただいてもいいかなと思います。最初に持っていく場合は水筒に入れてね持っていけます。このだし麹をね冷蔵庫に入れていただくとかっていうのもねいいですし、注ぐだけスープのところでお伝えしてるね、ネギ塩麹とかもね、そういった形で瓶を持って行ってお湯だけ入れるっていうようなこともできますので、よかったらやってみてください。ということでですね、もう一個ですね質問もちょっと答えていきたいと思います。麹にね興味があるのですが、手間がいりそうで作ったことがありませんということでですね、簡単な作り方はありますかというねご質問をいただいております。麹はですね、どこから作るかっていうところもねありますね。麹菌から麹を作るね、麹を作るところからっていうのもあります。まあ、これはですね、日本麹グレーター協会ではね、こちらのね麹箱ですね、こちらの麹箱を使った麹作りっていうのをお伝えしてます。手間がかかりそうとか丁寧な暮らしというふうにね言われることは多いんですけれども、不器用な私でも作れる、本当ね3日間のお世話にはなるんですけど、たった3日で作れます。これね、3日っていうのもですね、捉え方いろいろ人それぞれですね。3日もかかるのっていう方もいらっしゃれば、3日で作れるのっていうね風に言う方もいらっしゃいます。この差って何だと思いますか？例えばですね、本当農家さんとかね、そういうねお野菜育てたことがある方ってね、3日でお野菜って絶対育たないじゃないですか。だからたった3日でできるのはすごいですねっていう風に言われます。でやっぱそういうことねしたことない方とか、3日もっていう風にねいう風に言われることもあります。でも3日で調味料になるね麹が作れるって本当結構すごいことだなぁと私は思ってます。でその麹菌をね作って、麹から作って調味料はですね、ヨーグルトメーカー使えばですね1日ですぐにね、まあ本当半日ぐらいで作れますので、簡単に作ってそれをねすぐに使って
お料理をしたりとかお菓子に使ったりとかっていうことができるという形になります。まずはですね、ほんと塩麹、醤油麹、甘酒から作るというところからねチャレンジしていただくのもねいいかなと思うんですよね。麹作りもちろん興味があったらねそこから始めていただくのもいいかなと思うんですけど、市販の麹からでもですね塩麹、醤油麹、甘酒はできますので、その作り方は全部こちらのペペンギンチャンネルに載ってますので、ぜひねそちら見ていただいてですね、塩麹、もうほんと一番簡単なのは麹に醤油を入れるだけな、この醤油麹っていうのが本当に美味しいし簡単に作れますので、よかったらやってみてください。麹もいろんな麹があります。なのでいろんな麹試していただければと思うんですけれども、麹スタイルでもですね麹作ってですね販売の方させていただいております。麹6種類ありますね。この6種類全てがですね購入できますので、よかったら麹スタイルのねベースショップがありますので、そちら見ていただいてですね、麹スタイルの麹もね味わってみていただくとですね全然味違いますので、よかったらね食べ比べをしてみていただけたらね、とても嬉しいなと思いますので、ちょっとね人気の麹とかはですね予約待ちみたいな風になってるものもありますけれども、一生懸命ねスタッフ作ってますので、出来上がったらお送りするを繰り返しておりますのでですね、よかったらですね予約しておいていただければと思います。ほんとぜひね普通のね市販の麹とね比べていただくとねめちゃくちゃいいなと思いますので、ぜひ比べていただけたら嬉しいです。ということでですね、今日はですねネギ塩豚丼についてお話しさせていただきました。もう会えるだけでねもう簡単すぎてねっていう感じで、ちょっとびっくりしちゃうぐらい簡単だったかなと思うんですけれども、本当に会えるだけでねめちゃくちゃ簡単に美味しくなるのがねこの麹のいいところです。プラスねこのねニンニク麹だったりだし麹っていう形になるとさらに風味がねついているっていうね状態になるので、もっともっと美味しくね簡単に美味しくしてくれますので、ぜひぜひね皆さんねどんどん使ってみていただいて、あのお肉変えるとかお魚にしてみるとかっていう感じでも味が変わってまた美味しいかなと思いますので、よかったらやってみていただければと思います。ぜひ作れ棒を書いていただけたらね嬉しいですよ。コメントぜひお願いします。こちらのべっぴんきんチャンネルでは麹にまつわるいろいろなお話をしております。よかったらですねグッドボタンとチャンネル登録をしていただけるとですね、麹にまつわるいろいろなお話が出てきますので、ぜひベルマークもね押しといていただければと思います。毎日投稿してますので、よかったらまた明日も見ていただければと思います。ということでですね、今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。素敵な一日をお過ごしください。またねー。